こんにちは、ヨシです、えー。今日のオラクルカードはカードを見た時のタイミングで、えー、どう動いたらいいのかを、えー、カードに聞いてみました。で、もしかしたら今人生のターニングポイントを、えー、迎えている方も多いのかなと、えー、感じました。自分もちょっとそういう感じがしてるんですけども。で、そこの2枚なんですけど、このシンクロ。 でこちらのカードなんですけどあ久しぶりにあの人に会ってみたいなと思って会いに行こうとしたら相手も同じことを考えていたとかえ初めて会った人なんですけどなんとなくこの人と一緒に、えー、過ごしてみたいなとか話してみたいなと思っていたら相手もそう思っていたとかあと今まで興味がなかった。 こた逆にずっとできないできないと思っていたことを何かの形で、えー、始めてみたい叶えてみたいと思い始めたとか例えばこちらは人魚さんが、えー、この方を見てるんですけども、まあ、何か魅力を感じてあこういうことしてみたいなと、えー、この彼ですかね見てそう思っているとしたら 従来、人魚さんが歩くって言葉は、叶、まあ、わないかもしれないんですけど、それに近づくためにどうしたらいいかっていうことを、まあ、考えてるかもしれませんね。いずれにしてもそういう、えー、ことが、実は人生のターニングポイントに、えー、結びついてるというかあ、今まで、あの、と変わらない、また外、 外側はもしかして全然変わらないかもしれないなと思うんですね。今までと同じような日常かもしれないんですけど、心の内が急になんか、えー、全,然全くごぼすらだった誰かと会いたくなったり、まあ、初めての人と話したくなったり、えー、今までできなかったことをやっぱり進めてみようと思ったり、えー、興味のなかったことに興味が湧いてきたり、 っていうことが、なんか一つずつ叶えていくというか進めていくことで、実はこう内側も変わってきていて、それが新たな道を切り開いていく、えー。それがすごく、あ、こちら、赤龍さんの方に行くのか、黒龍さんの方に行くのか、青龍さんなのか、わ、まあ、からないんですけども、その道を、 えー、自分で切り開いていくことになる。全く今までとは違う世界を、まあ、知らず知らず自分で切り開いていくことになる。まあ、内側から変わって気づくと外側も変わってきているということが時間がかかるかもしれないんですけど起こってくるのかなという気がしています。なので、えー、もしふと、まあ、気になったこと、頭に浮かんだことがあったら、 それを臆せず、まあ、楽しんで、えー、行動してみると、やっぱ行動すると変わってくるので、えー、やってみたらいいのかなと思いました。えー、それでは、えー、即興します。ああ、私には今まで、できなかった世界だけど、もしかしたら、 どうにかこの夢叶いそう。人魚さんはそう思うのでした。あなたが望むことなら必ず叶いますよ。そう。空から答えが降りてくるようです。今日もご視聴ありがとうございます。みんなにも 流れのごとくたくさんの幸せが降り注ぎますように。それではよしでした。またね。バイバイ。